サバの味噌煮は日本料理で人気のある一品です。以下にサバの味噌煮の基本的な作り方をご紹介します。材料、サバの切り身4切れ、味噌大さじ3、酒大さじ2、砂糖大さじ2、醤油大さじ2、みりん大さじ2、生姜一片みじん切りにする、水適量、緑ネギ適量飾り用。作り方、サバの切り身を流水で洗い、キッチンペーパーで水気を取ります。鍋に酒を入れ、切り身を入れて中火で加熱します。酒を加えることで臭みを取ることができます。サバが白くなってきたら鍋から取り出し、余分な油をペーパータオルで拭き取ります。別の鍋に味噌、砂糖、醤油、みりん、生姜、水を入れて混ぜます。鍋を中火にかけ、煮立ったらサバの切り身を加えます。弱火にして蓋をして約10分間煮込みます。途中でサバの切り身が崩れないように優しく鍋を揺すって味噌煮液をかけると良いでしょう。切り身がしっかりと味噌の風味を吸い込んだら火を止めて5分程度蒸らします。器に盛り付けて緑ネギを飾れば完成です。ぜひこの基本的なサバの味噌煮の作り方を試してみてください。美味しい一品ができると思います。お召し上がりください。